一宮市広報 I love 一宮、司会は私福井理香と伊沢千草です。どうぞよろしくお願いします。さて今回は12月末に完成予定の本庁舎の多目的広場、28年3月末に完成予定の遊歩道と旧西分庁舎の愛称募集をテーマにお送りしますよ。お、ということはひょっとしたら自分のアイデアが施設の名前になっちゃうかもということですね。ザッツライ気になるよね、はい、じゃあ早速行ってみましょう。今回は関西課の林さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは本庁舎の多目的広場と旧西分庁舎などの愛称募集ということですが、詳しく教えていただけますか。はい、一宮市では現在本庁舎の西側に多目的広場と遊歩道の建設、さらに旧西分庁舎の改修工事を進めております。多目的広場に遊歩道、本庁舎周辺が着々と変化していきます ね。それぞれ完成はいつ頃の予定なんですか。多目的広場は12月末に完成予定で、遊歩道と旧西分庁舎は28年3月末に完成予定です。林さん、それぞれの施設がどんな施設なのか教えてもらえますか。はい、まずは多目的広場についてご紹介します。多目的広場は市民の皆さんが自由に利用できる広場です。通常はテーブル、椅子、パラソルを配置して市民の憩いの場として、また七夕祭り期間などさまざまな催しが行われる広場として活用します。人々が集まり賑わいを生み出す広場を目指します。特に市役所を利用するお子さん連れの方に喜ばれるかもしれませんね。そうだね。林さん、続いての紹介をお願いします。はい、続いては遊歩道についてご紹介します。遊歩道は本町アーケードから多目的広場、市役所本庁舎へ気軽にアプローチできる歩道です。遊歩道、シンボルロード、本町商店街によって行政の拠点本庁舎、歴史文化の拠点増見神社、交流文化の拠点駅前周辺の3つの拠点がつながります。これによって中心市街地に人の流れを生み出します。遊歩道ができることで歩いて市役所に行く方にとっては安全で便利になりますね。そして最後は旧西分庁舎ですね。はい、旧西分庁舎は市民の皆さんがさまざまな活動に利用できる施設になります。1924年大正13年竣工の歴史ある建物を改修し、1階にイベントスペース、3階には大小の多目的スペースや会議室を配置し、繊維産業の基盤として栄えてきた一宮市の歴史や文化を新しい時代につなぐ施設として生まれ変わります。今までとは使用目的が変わるものの、こうして歴史ある建物が保存・利活用されるのはいいことですよね。そうだね。林さん、この3つの施設の愛称を募集ということですよね。はい、市民の皆さんにより親しみを持ってご利用いただけるように愛称を募集します。福井さん、私たちも応募しましょうよ。そうだね。じゃあ後でじっくり考えるとして、林さん、募集について詳しく紹介をお願いします。はい、募集内容は多目的広場、遊歩道、旧西分庁舎のそれぞれの愛称です。読み方とその理由を添えてください。住所、年齢を問わず一人当たり何点でも応募できます。ただし次のすべてに該当するものに限ります。市内の施設で使用されていない、自作で未発表である、わかりやすく親しみやすい、第三者の権利を侵害していないの4つです。応募される方は11月30日月曜日の午後5時までに応募用紙を応募箱に投函、または郵送ファックスでお送りください。市ウェブサイトからの応募もできます。応募用紙は市役所本庁舎、
微細木曽川庁舎にある応募箱に備え付けています。なお応募用紙は市ウェブサイトからダウンロードできます。賞として採用された方にはそれぞれ賞金1万円を進呈します。ただし採用された方が高校生以下の場合は図書カードとなります。その他応募者の中から抽選で20人に図書カード1000円を進呈します。詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。賞金があるんですね。福井さん、賞金目指して頑張りましょう。そうだね。賞金ももちろん嬉しいけど、応募した愛称が採用されてこの先使われるって考えると嬉しいよね。そうですね。あと注意事項として1人何点でも応募できるのですが、応募用紙1枚につき1施設1点でお願いします。たくさんのご応募お待ちしております。さてここまでは多目的広場、遊歩道、旧西分庁舎の愛称募集についてお話を進めてきましたが、ここから話が変わるんですか？そう、ここからは利用が始まった本庁舎の自走式立体駐車場について詳しくお話を伺います。はい、自走式立体駐車場は26年10月から建設工事が行われ、今年9月の中旬に完成しました。そして9月28日から利用が始まりました。これまでとの違いはどんなところですか？はい、まずは駐車台数です。これまで本庁舎北側の機械式立体駐車場と臨時駐車場を合わせて166台でしたが、自走式立体駐車場は254台駐車することができます。おお、1.5 倍くらい増えましたね。そうなんです。そして新しい駐車場には5台の障害者用スペースが設けられているほか、エレベーターも備え付けられていてバリアフリーにも対応しています。また駐車場の安全性を強化するため防犯カメラを21台設置しました。それは嬉しいですね。そして駐車場は24時間利用できます。利用料金はいくらですか？利用料金は30分100円です。なお本庁舎を利用された方は一定時間無料になります。利用するにあたって注意することはありますか？入退場の方法に注意が必要です。と言いますと？駐車場連絡道路へ入場する場合、そして退場する場合も左折でお願いします。反対車線からの右折入場、反対車線への右折退場はご遠慮ください。安全のためにご協力をお願いします。今回は本庁舎の多目的広場、遊歩道、旧西分庁舎の愛称募集について、そして9月末に利用が始まった本庁舎の自走式立体駐車場についてお送りしてきました。内容盛りだくさんでしたね。それでは林さん、改めて市民の皆さんへメッセージをお願いします。はい、愛称募集はあなたの考えた名前がみんなに呼ばれる名前になります。ぜひぜひご応募ください。新しい駐車場は皆様慣れていないと思いますので、安全第一でご利用ください。林さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて今回のアイラブ一宮いかがでしたか？変わりつつある本庁舎周辺、整備される多目的広場、遊歩道、旧西分庁舎の愛称がどのようなものになるのか楽しみですね。そうだね、私たちも考えて応募しよっか。はい、それでは一宮市広報、アイラブ一宮、次回もお楽しみに。